ガソリンが半分になる前に給油を満タンにしましょうっていう、はい、運動をしてまして、はい、これは県の危機管理防災課が行ったもので、ガソリンスタンドのスタッフがチラシを配ってドライバーに早めの給油を呼びかけました。県が策定している燃料確保計画では、災害が起こると緊急車両の出動や物資の輸送などで大量の燃料が必要になります。特に深刻な燃料不足に陥るのが発生直後の3日間。東日本大震災では一般のドライバーもガソリンスタンドに押し寄せたため、復旧や救助に大きな影響が出ました。高知でも、まあ、南海トラフあるので、日頃からは半分ガソリンが減ってきたら満タンにするようにはしてますけどね。まあ、満タンにはしとかないといけないなっていう話は昨日してたところです。余裕を持って入れとかないといけないなと思います。どうしてもガソリン不足っていうのは絶対的問題が起こるし、どこのスタンドもこうすぐ給油ができるように復旧するとも思えないので、そういう人が増えてくれれば、おのずと災害時には役に立つこともあるのかなっていう感じですね。県が毎年行っている世論調査によると、ガソリンが残り半分になった時点で給油するのはおよそ3割で、6割以上が4分の1以下になってから給油しているそうです。